2段3点で押すことってあんまりないんですけど、もう高打点後継が確定してるね、2段3点だったんで、まあ押しますよね、さあ何の一曲です。渋川の野蛮ドラは何。渋川要所要所でいいつま上がりを決めていますが、現在まだ2番手追う立場です。トップを走るのは猿川。龍は第一相撲で観覧層入りました。龍子はピンズ一面つドラの難一枚といったところ。ここまで苦しい戦いに松ガスもマンズが連続系で入っています。猿川内側に寄せていく。ドラの難を持っているのは親の渋川とペーチャの龍です。共に1枚ずつ、これが重なれば大チャンスですが、散るとまた、あー3枚目の難がここに行った。そしてドラに縛られてないのは猿川だけとなりました。これは猿川がね、だいぶ現状は有利ですよね。あとはこの3人が難重なるかどうか、あとあるいはどこかで切る決断をするかもしれませんね、どうでしょうか。まあ、そしたら渋川ですかね。ああ、こういうローマ引くとね、結構なんで安いですね。相当なんか単葉とかピン付けになると、まあ何切っても価値のある手かなっていうふうに見えますかね。塚瀬もね、目いっぱい行くだけならシャー切ればいいんですが、はい、現在8600点持ち、ちょっと置いていかれている状況だと、やはり打点を求めに行きたいか。そうですね。今切るとサブローマの受け消えちゃうんですけども。単葉じゃないんですよね、サブローマ行ったところで、マウケ残しました。そしてユウがイーシャンテンに、各選手どんどん手が進んでいく。これは6球マンを選ぶかサブロースを選ぶか、どっちだろう。数層3枚見え、一方の6球マンに関してはパー1が3枚見えですが、9マンが2枚番に切られています、まあ、ローマン高めイペーコーがあるんでね、6球マンを残しそうですけどね、まあ、その場合チーマン切るか数層切るかとかもありますけども、はい、ここは間違えられない選択、どちらを選ぶ。一応ね、両面が薄くなった時のために、まあ、完全に射程にしないっていう選択はありますよね。あとチーマンが全体に打ちにくいとかだったら先にチーマン切るとか。あ、お先にパーマンを離して、チーマンは頭で固定したっていうことですよね。そうですね。ってことは、想図ですね。サブロス層がよく見えてるってことですね。サブロス層とローキューマンの選択だったのね。面白いですね。面白い。結構もう頭を固定しちゃう。あ、でもキューマンローマンとどんどん切られたし、渋川これはいい選択かもしれません。単葉がつきましたね。はい。ヨガヨならリャンペイコー一段点だったね。ああ、なるほど、そんなことも、まあ、ただそんなの承知の上でね、はい、サブロス選んでますか。松ヶ瀬もチートイツ一段点です。いやー、みんな集まってきましたよ。誰が先に来るんだ。全員一段点だ。これ先に嘘を話す。もうウーパーピンサブロスで勝負することに決めました、渋川です。点含めなんですね、サルカはね。イーバーも2巡目に切っています。あ、来たけど短期待ち転廃になっちゃいますね。嘘今1枚切れたんだ。一旦嘘短期に構えました。ユー、ここはダマ点です。まあ、数層引くなり、あとは両層引いて関数層とかもありますよね、さあ誰が来るんだ。ユウもこれでは役なしでは満足なテンパイと言えない。ええ、自分で切ってる。これ無理無理。終盤に強いのはね、ここで嘘を切りますね。ああ、もう嘘短期は未練なしと。全員じゃない、一人通ってるけど打ちにくい嘘は先切って、はい、終盤に差し掛かってるんでね、テンパイ取れるように安全牌のペイを残しましたね。このペイはね、3枚切れの牌なので上がれることはないんですけれども、この後ね、絶対安全なのでどの牌とも取り替えることができます。あ、これでピン符がつくならできる。いいピンが全員に打ちやすいですね。そうですね。生点できるか、あ、リーチするか考えてる。いいピンはもうないことが分かってます。いいピンが2枚切られています、なので数ピンに
望みを託すかどうか、イーペイコの役をつけて、うん、今の上がりは取らないけれども、この後の短期変化に期待。そういうことですね。だから渋川からやっぱりリーチ来そうなんで、渋川だけで、ね、イーピン取ってないんですよね。ずっと警戒してますね、うん、これに関しては。親に通っていないのは嫌ですよね、理由としても。でただ上がりはね諦めてないんですよ。うん、テンパイだけだったらイーピン切ればよかったんで、ね、現状だって、はい。ペイが山にないですから、ないです、そう、うん、だからいい短期が来たらペイ切ってリーチするつもりあると思うんですよね。うん、一旦ここ三層短期にしました。三層、あ、三層止めたよ、ね、渋川チーテンじゃないですか。実はそうなんです、みんなに思ってるんですよ、渋川さん全然リーチ来ないな多分これ。渋川これ数層空切りしたよね多分ね。これサブロー層ってちょっと盲点なんですけどね。どう急層短期、どう急走短期1枚切れパーソー30目に切ってる、筋になってる、程よい、あ、3層ついてんだ。ここは急走短期にしたユー、イーペーコー、イーペーコーで出上がり可能です。そして渋川は3層をチーしてウーパーピン待ち、太陽の天杯です。え、これ親か仕掛け入れるんだったら急走短期でやっぱりリーチってあるんじゃないですか。次の順目あるかもしれませんね、うん、1枚切れの急走短期結構狙い目じゃないですか。誰も持ってない、あ、でもリーチか、これでいけねえや。ここからフリテンリーチ飛んできました。いい数値番です。ただ積もった時には高い、あ、何ローソー切ると急走、戦闘民族ここで牙を剥く、行ったよこれ。急走短期、新山の急走短期誰も持ってない、嘘でしょ。うわ、行ったなこれ。3人転敗だ、残り少ない山の中にどんな結末が待ってる。待って、転敗ったんですけど。転敗った、これ松ヶ瀬ラス目行きたい行きたい。ラス目どうする、つもばあと1回やる。まずはリャンピンかパーソーの選択があります。短期キーマッチとしてはパーソーの方が良さそうですね。上がりにかけるんだったらパーソーの方が良さそう。どっち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 、ちなみにこれ、はい、どっちにとっても1枚山にいます。いった、リーチだ、ランピン短期、全員最終局面で相まみえました。ランピンだ、結果を出す男、リーチ一発、太陽チートイツは8000点だ。まさかの松ヶ瀬が来ましたね。最終直線でカットインしてきました、ね、この男。タンヤを狙ってたのは知ってるけど、まさかチートイツになると、ね、この形はみんな予想してなかったですよ、そんなに。いや、ただね、親に対応してチートイツ向かって三毛日になってからも諦めませんでしたね。丁寧さがね、実を結んだこの上がりで松ヶ瀬も戦線復帰、そしてトップ目猿川からの上がりなので上下がもう縮まりに縮まりました。